皆さんは北朝鮮から脱獄し国外逃亡に成功した人間シン・ドンヒョクさんという人物を知っているだろうか。現在韓国のソウルに暮らしているシンさんは北朝鮮の刑務所で生まれ、脱獄する23歳まで外の世界を知らぬまま過ごしたという。そんなシンさんはアメリカのドキュメンタリー番組に出演し、劣悪で過酷すぎる収容生活や逃亡劇を赤裸々に語り大きな波紋を呼んだ。そこで今回はシンさんが経験した北朝鮮の刑務所の実態、そして脱獄に成功した彼の現在の様子について触れていこうと思う。朝鮮戦争時代、俺の叔父にあたる人が韓国に逃亡したことをきっかけに、祖父と父親は14号収容所と呼ばれる強制収容所に連行された。その後俺の父親は懸命な労働が評価され収容所内で結婚、そしてほどなくして俺は刑務所の中で生まれたらしい。父親と母親は夫婦となったものの、一緒に暮らすことは認められるはずもなく、そんな姿を見てきた俺としては両親が本当に愛し合っていたか未だにわからない。むしろ家族ですらなかったと思ってるし、ただの囚人同士といった方がしっくりくる。生まれた時からすでに収容生活を強いられた俺なわけだが、世の中はどこに行っても収容所のようなものだろうと本気で思い込んでいた。俺はアメリカ合衆国の存在は愚か、地球が丸いのか平らなのか、そんな当たり前のことも知らずに育ったんだ。だが他と比較することができず、当たり前がわからない俺でもここでの収容生活の異常さには気がついていた。ほら飯だ。今日もこれっぽっちか。一度だけでもいいからお腹いっぱいになるほど食べてみたいものだ。飢えることによってのみ悔いを改めることができる。だいたいな、お前たちのようなゴミに食事が出せるだけでもありがたいと思え。分かったらさっさと食って働け。はい。収容所の環境は劣悪で、清潔感はまるでなく、悪臭が常に漂うような場所。そして監視の役目を務める介護員は俺たちに日常的に暴力を振るい、耐え難い拷問で毎日のように死人が出る。そして何よりも苦しいのは食料不足で常に空腹状態であることだ。収容所には毎日たくさんの人たちが送られてくるが、そのうちの約3割は最初の3ヶ月間で命を落とす。俺には全く想像がつかないが、これまで良い暮らしをしていたという年配者は適応できずにすぐ死んでいった。そんな俺たちの食事は1食 100g のトウモロコシ飯と塩汁。これだけでは当然お腹を満たすことができない俺たちは、生き延びるためにヘビやミミズ、虫、草、豚の餌、その他にも貴重なタンパク源となるネズミなどを奪い取るようにして食べていた。この習性を身につけるまでに半年かかった者もいるが、ほとんどが餓死で亡くなる人がほとんどだ。こうして俺の心はすさんでいく一方だったが、収容生活で受けた傷は心の中だけでなく俺の体にもちゃんと残っている。お前、機械を故障させたな。すいません、わざとじゃないんです。どうか勘弁してください。黙れ、お前には罰を受けてもらう。手を出せ。うやー、痛い痛い。ああ、指を切り落とされたぐらいで大げさな。殺されなかっただけありがたいと思え。ある日俺は工場の機械を故障させてしまった罰として中指の先を切り落とされてしまった。傷の手当てをしてもらえる環境が整っているはずもなく、俺はひたすら激痛と戦いながら過酷な収容生活を送るしかなかった。今の俺の体にはこの時の怪我だけでなく、様々な拷問を受けた時の傷跡が体中に残っている。そんな生活を何年も繰り返し、俺が13歳になった時、ある事件が起きた。バカな真似をした囚人の公開処刑を行う。全員外に出ろ。シン、お前は最前列だ。俺の母親と兄は脱獄を企て、その後介護員によって捕らえられた。その罪は俺にまで飛び火し、逆さ吊りにされ過酷な拷問を受ける羽目となった。実は介護員に母親と兄が脱獄計画を立てていると密告したのはこの俺だ。家族を売るなんて最低な人間だと思うだろうが、密告すれば褒美として食事を多くもらえると期待したし、何よりも通報する義務が俺にはあった。その後母親は絞首刑にされ、兄は射殺。ここでは脱獄を企てる者はすぐさま何かしらの形で殺されるのだが、
他の囚人たちへの見せしめとして公開処刑されることになっている。本来であれば耐え難い光景なんだろうが、公開処刑の見物は日々の重労働や慢性的な飢えからわずかでも解放される息抜きのような時間だ。俺は家族の処刑を最前列で見物させられたが、家族の死を目の当たりにしても悲しみを感じることはなかったし、収容所のルールを破ったのだから仕方ないと冷静な感情を抱いていたことを覚えている。だがこの後ある男と出会った俺は危険と知っていながらも脱獄を企てることとなった。俺の名前はパクだ。お前は？シンドンヒョクだ。シンか、ここの生活はもう長いのか？長いも何も、俺はこの刑務所で生まれたからな。そうなのか？それじゃ今まで一度も外の世界を見たことがないってことか？ああ、その通りだ。そうか、俺は平壌出身なんだが、中国を訪れたことがあってな。ここではトウモロコシ飯しか出ないが、外の世界には美味しい料理がたくさんある。特に肉料理なんかは最高だ。鶏肉とか豚肉とか、甘いものや酸っぱいもの、辛いものとか、とにかくいろんな食べ物がいっぱいあるんだよ。へえ、死ぬまでに一度は食べてみたいが、ここから生きて出れる日なんか来るとは思えないな。なら脱走すればいいじゃねえか。どうせここにいても死ぬだけだろ。どうせそうなるなら一か八かかけてみないか。脱獄か。よし、その話乗った。俺は生きてここを出て外の世界を見てみたい。俺が23歳になった時、パクという囚人の一人と出会った。中国を訪れたことがあるというパクの話を通して、俺は少しずつ外の世界のことを学んだ。その中でも興味を惹かれたのは食べ物に関することだった。外には俺が見たこともない料理がたくさん存在しているらしく、彼の話を聞くごとに外の世界に出たいという願望は日に日に募っていった。こうして俺たちは一緒に脱獄を決意することとなる。シン、今だ、走れ。あとはこの有刺鉄線を抜ければ。うげげげげげげげ、バグ？バグ！くそ、電流が流れていたのか。どうする、今さら後には引けないよな。バグ、すまない。2005年1月、俺たちは収容所のフェンス付近で薪拾いをしていた時、ついに14号収容所から脱走することを決意した。介護員の目を盗み、俺たちは有刺鉄線に向かって走り出す。パクは先にフェンスまでたどり着いたのだが、そこには電流が流れており、触れた瞬間パクは感電死。今さら後戻りできない俺はパクの亡骸の上を這うようにしてフェンスをくぐり抜け、脱獄に成功したのだった。まるで天国だ。みんな笑って好きなことを話している。着たい服を着てそれぞれが好きな格好をしている。信じられない、これが外の世界なのか。脱獄に成功した俺の目の前には、辺り一面信じられないような光景が広がっていた。世界で最も貧しい地域の一つと言われている北朝鮮の農村部でさえ、俺にとってはまるで天国そのものに感じたよ。その後は俺はとにかく収容所を離れようと、そのまま北へと向かった。知らないうちに国境付近へとたどり着き、盗んだお金で賄賂としてなんとか国境を越え、最終的には中国の上海に到着。そこで俺は韓国大使館に駆け込み、韓国への亡命が許されることとなった。こうして俺の長く辛い収容生活と逃亡劇が終わり、ついに新しい人生を歩み出すことが実現。だがここには友人や家族は一人もいない。最初はカルチャーショックやストレス障害に苦しみ、入退院を繰り返した。この先俺はどのような人生を歩むかまだわからない。ただ一つ言えることは、あの地獄のような生活を強いられることはもうないということ。運よく俺は脱出に成功し、国境を越えることができたが、今でもまだ北朝鮮の刑務所には苦しむ囚人たちが多くいる。北朝鮮というワードを聞くとミサイルだとか荒っぽいイメージがあったけど、まさか北朝鮮の刑務所がここまで地獄のような場所だったとは思わなかった。最近になって残りの刑期が2年以下、もしくは健康状態の悪い人などが大量に釈放されたようだけど、悲惨な死を迎えてしまった人の数に比べれば少ないだろうね。これからの北朝鮮がどうなっていくのか気になるところだけれど、今も苦しんでいる人たちが多くいると思うと心が痛い。最後まで動画を見てくれてありがとう。
この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。そりゃまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。